キンキン珍しくない？ツンツン、じゃあツンツン恥ずかしいっすよ。でもなんかまだ頼みたいって感じがない。短くない？あの OT がやられてるね。飲み始めなのに疲労やばいっすね。誰も手つけんすチンチン。いいよ、普通に混ぜるわよ。これ永遠飲めるわ、緑茶杯。俺静岡県民だから。静岡県も、いや全然違うよ。新人だよ。いやお前そういえばお前シナウェイ、シナウェイだよ。簡単だなお前。最近あの VR エロ動画っていうのがあって、買ったんですよ、あのゴーグル。笑ったんですよ。バカだねー。あれって何、あたかももう目の前にいる感じかのような。こいつが部屋でこいつけどしこってるそこは言うなよ、皆まで言うなよ。まぬ、ま、けすぎだろ。これバックトゥザフューチャー2の世界じゃん。すごい、すごい、いい、いい。手法いるわ。こうやって触れるじゃん。そうそう、触れる。え、待って、それ AV？ AV です。それはディスクかなんか。いやいや、もうダウンロードできるんですよ。プラチックに多分携帯に落としたやつを見れば見れるんですよ。あ、もちろんあの AV だけじゃなくて、どんな動画もある。そりゃそうだ、もちろんね。まあ、それあんま見ないです。メインはエロ。てか3000円で買えんの？ 3000 円？持ってたら安いのもあるあのレンズがあってカチャッて入って入れ込んで専用の動画があるで1個1000円ぐらいなんですよ。マジャスビビジョが繋がってくる動画があるあるある。俺なんかあの乱交部屋っていうのが360いろんなところやってんの。ちょっと近づけんのよ。バカだね、ほんとに。もう、大悟嫁いらないんじゃない。独身の女の人が猫飼ったりすると結婚できないっていうと一生状態。彼女できない VR。 大悟に VR 当たっちゃダメでしょ。大悟に VR ことわざ。そんなぐらいっすよ、言っても。風俗で全国制覇いくんじゃない。大悟の天下統一。しょうもねえ。守り立ててこうやって東北行きました。天下統一、東北全盛期。すげえ金持ってこないとダメだ。1万5000円かけ47ぐらいでしょって。金が尽きたらもう素人で頑張るしかないって。愛媛だけなんだよ。愛媛だけなんだ。許してくれそうだよな。お前で天下統一できるんだよ。あと私でいいの？いいよ。かっこよくねえよ。本当にかっこよくねえ。なんならダサいっすからね。それいいね。そんな全然ステレオできないよ。だからそれ YouTube のだけの。これが何？こう一話どこかできないっすか？こう一話どこかできないっすか？すっきりした顔だけもあとは。なかなか手強かったですね。ドキュメンタリーチックみたいな。結構辛そうなさ、足の。居酒屋で反省会。ゆうた仕事終わった。お、来いよ赤羽、来いよ。おい、少し遅れるけど行く。大悟した食ってねえから。ナムル結構好きなんだけど。全部で締めて。クワタしかもあのクワタが強くの前じゃないですか。全部で締めて。全然喋んねえ。やったー。まだたこ焼きの思い出があるの。
いい、あったかいじゃん。ねえ、全然余裕だよ。全然いいじゃん、こっちの。このお店、男しかいないっすよ。びっくりした。ありがとうございます。チュンチュン。ささみのたたき。はいよ。かつ、アドパッチ確定のが出てそうな感じじゃない、これ。金玉しかいない店。命命命。今日の女性みたいなあるよ。あるある。ルッチュー。大体可愛くないよね。夏だとでもビキニなんですよね。でも酒飲んでるとオッケーになっちゃうのよ全部。あの一瞬で抜くやつがいるっていう。キンキンでいっちゃって。ここにおっぱいねえんだ。ないっすね。おっぱいはないけど渋さはあります。ナイス。あ、なんかもうそこに貼っとこうか。入れないですよ。俺だな。うん、入れないですよ。赤羽はね、まあ、変わったよ昔とは。知らねえじゃん。ひやみ、ひやみ。叩きです。ハーブマス。うわ、叩いてるなこれ。叩きすぎ。叩きてー。さっきもあったもんな、このナブルね。ね、うん、これ落とし、いや、これ発注します。発注したの、まあ、ちなみにうまいよ。ちなみにうめえ。ちぎえです。ちぎえ、ゆうた、ついたな。お、はてーわかんのかな、ちょうちんや。のぼ、空はほん広い大地のその中で割としっかり歌う。あステレオタイプの酔っ払いだよ。一番迷惑だ。ここに言ってくればいいよ。胡椒じゃないですよね。これうまい。これうまいっす。またまた。一番食レポ下手なやつがね。めっちゃうまいこれ。柚子胡椒。伴ってないですよ言葉と。うまいっす。あら、叩き。やばいっしょこれ。これね、絶妙な酸味。ポン酢だけど酸味大好きこれ。うん、うまいよね。うまいっすね、叩き。まいゆー。初金髪のゆうたさんがどうですか。うまっ。うまいべ。うまい。あー、手の溝は大股。天才かお前。全部にクワタ入るよ。来た。ほら。通られた。え、ごめんなさい。また来てください。新これまた。全然。全然。全然。あのおでん。ごめん。いい感じに酔ってるから。ちょっと追いつかないな。テキーラ一丁。テキーラ一丁。ツンツン。思考回路は手に取り込んだからな。これやったじゃん、ツンで行くんだから。赤羽は楽しいね。ね。そもそもこの焼き鳥美味しいっすね。美味しいよね。美味しい。酒と涙と男と女です。もんでーもんでーもまれもまれ一回もまれワンワンダだいぶ空いてますけどね。だいぶ空いてるね。でもいいよここで。ここでいいっすね。そうジジイがいるんだけど。新橋だよ。やめろよ。ゆうたさん明日休みっすか。休みっす。あーじゃあもう飲めますよ。エロ。2日連続飲んでる。まさか会うとは思わなかった。フジロックっすね。これはもう働いてるから。フジロック来てくださいよ。ただフジロック働きません。やだ。いや俺やだ。俺もやだ。出ますよ出ますよ。いや、金はあるから金はあるから、ね、あ、神がツンツン。朝川もう忘れた頃に言えば受けると思うね。使いすぎだから。あ、もう貯金ないから。一瞬集合する前からツンツンって LINE で言ってますからね。あれ、LINE? LINE うのに対しての LINE? だいごか。あ、うの夜中に謎の男からいきなりマンコって3文字できたんでしょ。え、怪文じゃないですか。いや意味が分かんないでしょ。僕もマンコは知ってるし、こう一行の後輩の地元の友達じゃんか。それをに対してマンコって送るっていうのはいや何なんだろうっていうところで話し合ってる。真剣にね。真剣に知ってるしマンコは。
マンコっていきなり3文字送られてきてさ普通に仲のいい友達から来ても嫌だもん嫌だよ不愉快じゃ不可解だししかも深夜にそれで目覚めたら最後寝れねえよみたいなブーって来てマンコってなんだよこれせめてさマンコ見たいとかさで動詞があるの分かるのマンコだけなんだよ汲み取ってくれっていう感じでしょマンコかゆい話だわアートの領域だよ、ね、おうおうマンコ二人飲み行ったことあるないっす、ないっすない、ない関係でマンコって送ってるからねサイコパスね僕は震えるしかないっすケンジ、このことわかんねえよ解けねえ、その謎無理怖いわ、ほんと無視だよね、もうやっぱ無視が正解なんですよもう分かんないですもんね、すべてが本当に謎、謎の男なるほど本当に謎何が正解え、分かんない、本当難しいこれ Q アンサーさあ、どう答えるこれ難しいよ四角でかいでしょ四角で、四角がでかい問いかけられた方が身に出す知れば知るほど怖いな踏み込んじゃいけないですよ使いすぎだよお前が疲れてる結構だってもう下ネタいい男は嫌だよ急に寝る寝るよそれ正月嘘お前ら全員捕まれる赤マネすげー赤マネ楽しい赤マネマジックだね赤マネマジック